今日も獅子武装するナレッジアーマードです。今回は、和山山先生の漫画女の園の星、こちらがめちゃくちゃ面白いので、小麦星とお話ししてまいります。よろしくお願いします。お願いします。あのですねこれ、小麦星の、まあ、持ち込みというか、声かけてもらったんですよね、はい、そうです。で、まあ、この漫画がすごいでも出てたんだけど、なんつうか、このタイトルを知らなくて、私この表紙の星先生の顔は見たことあって、ああなるほど、そうそう、この漫画のタイトルが女の園の星っていうもんだっていうのは知らなかったので、あの本を貸して もらった時に、あ、これだ、あ、これかと思って、でも内容全然知らないなと思って、はい、まあ、そもそもギャグ漫画っていうことも知らないで読み始めたな。みんなに向けてこれ読んでくださいってそう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 、あの押しかけ女房をされたそう、それで借りて読んでみたらめちゃくちゃ面白くてちょっとどっぴきならないで、ちょっと私こうお酒飲みながらちょっと話したいんですけど、プッシュ乾杯っていうのもですね、こちらの作品は、フィール・ヤングですね、和山山先生の作品で2020年から連載中ということで、昨年か2022年の12月に第3巻が出て、特装版にはアニメのブルーレイがついてるということで、まあ、すごい人気になってるっていうことですよね、はい、でこの和山山先生っていうのは何者なのかというと、沖縄出身の27歳ということで、大学では漫画学科、はい、で学ばれたということで、で、もう作風的には、その前にあれか、夢中さ君にっていうのが、コミティアかななんかで、ね、同人で発表したのが編集者とかプロの目に留まって、商業誌で出しませんかってことでプロデビューっていう感じっていう、ね、はい、で、その夢中さ君にっていうのは深夜ドラマでドラマ化もされてるっていうことで、うん、なんだっけ、ジャニーズの子かなんかが主演かなんかしてるのかなんだけど、で、うん、で今同時進行でカラオケ行こうっていうのとファミレス行こうっていうのとかなんかそういうのももう書きながら、こっちの女の子の星も書いてるっていう、うん、あのカラオケ行こうってのあれだよね、ヤクザとカラオケ、あの少年がカラオケに行くやつだよねそうです、うん、これでも面白いので、うんね、だからこの人の漫画なんか全部買いたくなっちゃうなと思ってねもう私もまさにそんな感じで、あ、買った一冊、あ、カラオケ以降も買いましたし、あ、なんかもう一巻貸してもらって読んだら気づいたらなんか全部買ってました。あ、そう、これだから夢中さ君にもちょっと特集やりたいですね、これね、買って読んでね、そうですね、うん、非常に短編集でいい短編集らしいので、で、作風としては、まあ、今回の漫画に関してはこのシリアスな絵柄でギャグをやるっていうギャップですよね、これね。そうですね、これが本当にもうドハマりで、この冷静な顔で突っ込むところが非常に面白いそう、なんかその一応この作品は、先生が、まあ、インタビューで答えてたのが、まあ、じわじわ来るようなセリフを意識して作っているっていう、でだから全体のテンションを低めでこう設定してるっていうのがもう非常にハマってるよね、これね。ギャグ漫画ってこう結構ハイテンションで勢いで乗り切る的なところがあるんだけど、こうすごくこう冷静に突っ込んでくるところがますますじわじわ来るっていうところですね。そうで、この方の絵柄なんだけど、結構その一番最初にこう一巻の表紙見たときに、なんかあのイニシャル D の重野修一さんっぽいなっていうのにちょっと思ったんだけど、でもよくよく見るとそういう感じじゃなくて、あの影響を受けてる作家さんが伊藤淳二さんとか、あのフレウサマルさんとかだって言ってるんで、あー、なるほど、そう言われるとそのままだなって感じなんですよ、うん。伊藤淳二さんとかだとホラー漫画を描いてるんだけど、ホラー漫画が怖すぎて逆にギャグに見えてしまうっていうのが伊藤淳二さんのですね。で、古谷宇佐丸さんはあれですね、本当にあの耽美な絵柄で、ライチ光クラブとかこの動画でも特集しましたけども、まあ、あとは定位置の国とかパイとかそういうのを描いてて、
まあ、ゆくゆくは、青山先生もホラーを描きたいと言ってるらしいということですね。あ、そうなんですね。うん、ちょっと見た、ありますよね。そう。で、この、あの、すごい端正な顔立ちのキャラクターがみんな出てきてて、で、この美しい顔立ちの人たちがむちゃくちゃなこと言ったりするんで、めちゃ面白いよね、これね。っていうこのやっぱこのシリアスな絵柄でギャグをやるっていうギャップっていうのが結構あの先輩作家さんに影響を受けたところだったらしいので、はい、まあいいですね、大好きです。それでこの12月先日の12月にアニメ付きのブルーレイをが発売されたということで、私は見てないんですが、はい、星先生の声が星野源なのね。はい、で小林先生が宮野真守、もう最高ですね。これ小麦粉社ブルーレイ見たですか？見ました。うん、どうだった？なんか最初はめっちゃ星野源だなって思っちゃったんですけど、うん、なんかこう自分の中で思い描いてた星先生の、うん、でめっちゃ星野源だなって思ってたんですけど、うん、なんか見てたら結構ハマってくる感じ。ああ、最初は星野源だなっていうのはまあわかるんだけど、だん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 世界にそっちの世界の方が重要視されてくるわけですね。そうですね、うん、でこれがあれだね、星先生はどういう実在するとしたらどういう人をイメージして描いてますかっていうので、中村智也さんとか、うん、吉沢亮をイメージしてるで描いてるらしいっていう。確かに言われてみれば顔立ちは中村だけど、あの吉沢亮っぽいし、あのなんか淡々とした テンションはなんか中村智也っぽいしっていう、うん、いいですね。どっちかにやってほしいですね、実写版。ぜひやってほしい。これあの実写しやすいよね、そんなにあれかあれ舞台設定とかあんま凝ってないしね。そうですね、普通に、うん、あの現実世界の、うん、そうですね、うん、で、このね、まあその学生時代を思い返してみると、ああこういう感じだったなっていう雰囲気がすごく出ててリアルなんだよね。わかります、うん、だから例えばその学生時代はとにかく眠かった思い出があって、本当が劇中でもみんなほとんど眠いんですよ。めっちゃ寝てますよね、女子高生。寝てる、ほんと大体机ツップして寝てる。うん、高校の時俺も寝てた。あれですね、あの途切れますね、音声が。あ、本当に。うん。まいったな、これ。どうだろうな。あれだ、あだ名の話、先生の。ああ。あだ名が本当にあのうまいなって思って、結構こんな面白いあだ名つけるんだね、今まあ。昔からそうか、学生のセンスにはやっぱかなわない。あ、やっぱさ、トレンドを取り入れてるからさ、常に最先端のトレンドを追ってるからさ、その絶妙だよね、はい、その辺のお笑い芸人よりよっぽどフレッシュで面白いこと言ってるよね。はい。、うん、だってあの前の星先生のあだ名が無印良品っていう。それいつもスタンドからシャツ着てるからでしょっていうさ。で、まあ無害だしっていうところでさ、うまいよなって思って。わかるな。で小林先生もさ、ずるい、じゃあ俺高島屋って、じゃあってなんだっていうさ、ツッコミが最高だ。もうポロシャツアンバサダーもめちゃくちゃ面白い。いや、ほんとマジアンバサダーだもんね。なんかすごいラグジュアリーな感じするもんね、この顔立ちがさ。なんかもういけすかない感じがするもんね。そうで、やっぱこの先生とか、まあまあほら生徒は制服だけど、先生も大体同じいつも服着てるっていうのは、やっぱこの、 あのいちいち違う服着るのは着てるのが面倒いからっていうね、あの小山先生の、まあ、意向もあって、あとキャラ付けだよね、このシルエットで誰ってわかるっていうね、らしいんだけど、このスタンドカラーシャツいいなと思ったよね。なんかね、ちょっと宗教家っぽいしね。このちょっと首が詰まってる。そうそうそう。まあノーカラーシャツって言いますかね。まあ、あ、まあでも立ってるからスタンドカラーっていう感じはね。
で商店街で3枚5000円のものですって言ってたけど、安い俺も欲しいでもこれ制服みたいにしたら楽ですよっていうのはまあ本当そうだなと思って、うん、あれだもんね、あの松本人志ももう今絶対あれだもんね、エンポリオアルマーニの黒い T シャツ、ピタピタの T シャツずっと着てるもんね。ああ、うん、なんだってあれももう自分の中で制服みたいにしてて必ず同じでテレビに出るようにしてんだってわざと。うん、っていうのもなんかこいつなんかもう普段着とかであれこいつなんとかって書いてあるし T シャツ着てたぜとかって言われるのがほんとめんどくさいんで、もうずっとプライベートでもずっと同じだな。まあ楽っちゃ楽ですよね。だから自分のスタイル確立しちゃえば楽だから、まあそうだよね、まあ、ルパン三世方式といいますか、ずっと同じやつ同じ服を何枚も着てずっとっていうのもまあ楽だよね、確かにね。はい、うん、でもそういうのもいいなとちょっと思いました。自分のブランディングでもにもできるしねっていうことですね。うん、で、もうなんかもう面白いシーンを言ってったらマイクにいてもがないんですけど、やっぱ俺ちょっとね今日もそうなんですけど、朝はサウナ行くんですよ毎朝。でサウナ終わった後のリラックスタイムで読もうと思ってサウナに持ってったんですよ。まあサウナに行きゃあるんだろうけど。はい、うん、で読んでたらもうちょっとあまりの面白さでちょっと声出してもらったっすよね公衆の面前でで今日ちょっと病院にも行ってきてちょっと続きも読もうと思って病院の待合室で続き読んでたんですけど、やっぱまたしても声出してもらってしまったねていうかこらえないとと思えば思うほど体が震えてきてしまってますます面白くなっちゃって最高だったな。でまあやっぱ一番最初に うわこれと思ったのがやっぱ1話で持っていかれたよねほいってなってしりとりのそうしりとりイラストしりとりでスマホで終わって今度イカってその間にある謎の人物はこれ何者なのかとでほいってなってよ、そうかホテイってホテイさんがめっちゃ似てるんだよね、またね。もう思いっきりホテイを出してくる。めちゃくちゃ面白い。で、最終的な着地点が、これは哺乳類ですよ、つって、まあ。そうなんだけど。でもね、本人だけ気づかなくて、小林先生はすぐに星先生だってすぐ分かるっていうね。星先生以外はみんな星先生だって分かってる。本人だけ分かってないっていうのね。もう最高ですね。とかね、なんつうの、この、なんだろうね、この細かい、細やかな、セリフ回し、ワードチョイスが最高で、この、気をつけてお帰りくださいませって、敬いすぎって言われて、めちゃくちゃ思って、敬ってるか、生徒のこと敬ってんだと思って、さらっと敬いすぎって言われてて、めちゃくちゃ面白いな、これ、と思って。これこそじわじわ来るセリフだなと思って、敬いすぎって。思い出すだけのためで笑ってしまう、なんかニヤニヤしてしまうっていう。表情も相まってなんか面白さが面白いよね。うん、でこれあれやっぱそのやっぱワードセンスが独特なのはその和山先生の特徴らしくって、やっぱインタビューとかでもそのセリフも選びが本当に面白いこと言ってて、この人のやっぱ世界なんだなって思って面白い、ね、そうなんですね。うん、そうなんかこの方漫画全部一人で描いてるらしくて、背景も全部一人で描いてるんだって。すげえ。そうなんでこのなんか雑念を追い払って、この背景のなんか天井の職員室の天井のブツブツとかあれに点を打ってる瞬間が一番なんかもう 無の境地で楽しい、あれなんか言ってたんだけど、はい、これってその細かい作業が好きっていう女性にあるこうあれだよね、そういうなんかひたすら細かい作業をすることによって 無になることによってストレスを発散できるっていう感じだから、編み物してる感覚と近いっていうの。なるほど。編み物してる好きな女性って多いじゃん。多いです。
私の母親も。そうだから、そうそうそう、だからそのね、あの天井のブツブツに天をただひたすら売ってる時間が一番好きっていうみたいな感じ、うんうん、っていう多分職人タイプの方なんだなっていうのが垣間見えるエピソードだったなっていう感じですね、うんうん、でこのめちゃくちゃ絵うまいじゃんこの方、はい、でデッサン力もすごいし、そのなんかこのなんだろう、骨格で 絵描いてるんですよこの人、骨格を意識して、あ、人とかの、あとこの人壮絶な手フェチだよね、すっごい手がさ、あ、手わかります、この人は男性の手とかすっごい見てんだなと思って、うん、もうなんかこの1巻の表紙もう2巻の表紙もそうだけど、この先生のこのチョークを持ってる手がエロすぎるんですよまあ男性の私が言うのもなんなんですが、うん、手もかけます、そう、このクソエロいあのこの指をしてらっしゃるので、で絵がすっごい上手いんですよ。で、あのそれなので逆にあのこの俺大好きなんだけど、この作中作のあるじゃないですか。なんだっけ、あの松岡さんが描いた漫画のエターナルカエタなんだっけエターナルカオルなんだっけだっけ。そう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 これが本当ヘタウマの境地で、めちゃくちゃ面白いね、あれね、あの展開が急すぎてだこういうああいう拙い漫画って書きがちなんだな学生の頃って思うよね。でこのエターナルカオルはこの和山先生のお母さんが書いてるらしいんですよ。そう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 、あの第3話に出てくるこの漫画はその和山先生が下書きをしたのに お母さんにボールペンで上からなぞってもらって書いて、ああいう風合いになってるらしくて、でお母さんも書いてるうちにだんだん上手くなってきちゃって、もう書けないなって感じらしいそう、あの本人ではあんな下手いい風合いに書けないので、ああやってお母さんも利用してっていう、次の誰かを、そうなんですね、面白いですねそういうのもね、いや面白いですね、エターナルカオル人死にまくるからね本当にね本当に1ページに1人ぐらい死んでるってでこのなんかこの和山先生もこの最初に初期に書いた頃ってそういったミステリー作品みたいなのを作りたくて、もうとにかく人が死ねばなんかいい作品になると思って人殺しまくってたらしいんですけどそういう勘違いは捨てて、今はちゃんと書けるようになりましたみたいな感じでインタビューで言ってました面白いですね。でこの方向転換をか、ね、測るっていう意味でこのね、あの満県出身のこれもギャップだよね、これだけこうね、端正な顔立ちのこの陰キャとも取れるようなね、星先生は漫画好きだったんだっていうね。そうですね。で漫画研究会出身なので、この満県教っていうの、ね、自分が教祖になる漫画を100ページにわたる大作を書いて、いや、宗教じみてますよ、ね、やっぱ宗教家なんですよこの人は、やっぱり宗教家なのかな、うん、やっぱこのスタンドカラーのシャツ着てることはやっぱ宗教家なんですよね、うん、で、そのなんていうかな、手腕を持ってエターナルカオル の方向転換を図るわけですよね。でそれがもうめちゃくちゃ、逆にめちゃくちゃな展開になってて、でフラッシュモブで乗り切ろうとしているみたいな感じでこれが逆に新境地を得た松岡さんはもう危機として書いたっていうので、しかもそれがちゃんと売れてファンまでついてサインくださいって言われて、ガーンってすごい衝撃を受けてるっていうのはもう最高ですね。うーん、面白い、めっちゃ面白いね、ほんと元気出るねこの作品ね。いや、そうなんですよ、うん、でもう本当にね、なんていうかこのなんだろう、やっぱ 女子校でなおかつ女性が書いてるっていうので、なんかこの男性教師がエロい上に可愛いんですよね、うんうん、なんかめっちゃ愛おしくなりませんか、この
小林先生と星先生のやり取り。いや、なんかずっと見ていたよね。俺が何者なのか分からないんですけど。あのイチャイチャをずっと見ていたよね。いや、もうそれだけでいいですっていうぐらい。そうそうそう、もう本当にずっと永遠に見ていたいい2人なんですけども。33歳と31歳の2人がですね。いや、最高ですね。男盛りですね。最高ですね。うん、私は遠いついてましまいましたけど。そう。で、もう、あの、エターナル顔のくだりは、本当に、あの、公衆の面前で俺は声出してもらってしまって、本当に。とか、まあ、このイチャイチャの極みが、この、あれですよね。飲みに行く話ですよね。飲みに行く話、私もこうめっちゃ好きです。これの担当編集者の方が、あの、この2人で飲み行く話書いてくださいよって言ったら、もう1巻のすごく初期にすぐ書いてくれたらしくて。へえー。うん。でも編集者さんもやっぱこの2人が大好きなんですよ、きっと。ああ、やっぱそう。そう、あの編集者も女性なので。ああ、じゃあもうやられちゃってますね。でもフィールヤングのやつ、女性でもう全部持ってるものですよ。でそう、あのトマトジュースのはずがトマトハイが間違ってきていたんで1杯だけって言ったらもう6杯飲んでたっていう。そして酔っ払った、星先生はもうよく笑い、よく食べ、ね、よく話し、そしてナギが訪れナギが訪れ、そして謝り魔になるっていうこの展開を、これを、ノンアルコールの、小林先生がニヤニヤと見つめてる、これいいなって思ってるっていう、このイチャイ最高ですね。仲の良さも、うん、感じるのもまたいいんですよね。いいね。そうそうそう。あ、この謝り魔の星先生が見たくて誘ってはめたんだなっていう感じがする。そして、無印良品からあだ名が秘伝のペットになったっていう。秘伝のペット。これマードチョイス本当笑うね。意味わかんないけど、ほんとじわじわ来るよね。秘伝のペットってなんだと思って。なんかすごい、なんかね、なんだっけ、株のなんかあれを見てるとか、よくわかんないけど、なんかすごいペットがいるんじゃないですかみたいな感じ。、うん、とかね、あの、に、あの、星先生観察日記をつけてる鳥居さんとかね、最高ですね。間違って提出してしまって、このね、もう少し頑張りましょうみたいな感じで言われて、これは励まされてると思って誤訳してるっていうね。本当に本当の意味ではこんなことしてないで勉強もっと頑張れって意味なのに、そう、もっと私を見てくださいと思って、なんかおかわり欲しがってると思われてるっていう。ああ、自分の都合のいいように解釈したんだけどね。もっと欲しいってことかって思っちゃうっていうね。で、先生は、ああ、はい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 って思ってるのに。そうそう。かわいい。本当に。みんなかわいい。みんなかわいい。みんなかわいい。そしてみんな顔立ちが端正。みんな美男美女。もう82歳のジジイですら美なんだからね。あの、なんならこう、あの、小森さんのお兄さんも小太りだけど美なんだからね。よく見るとあれ、そうそう、顔よく見ると似てるんだよね。三者面談の時ね。そうですよね。いや、小森さん可愛い顔してんのに、兄こういう小太りだけどよく見ると兄も綺麗な顔してんだなっていうね。そう、じいちゃんのことジジイって呼ぶなって言いながら、もうすぐその後でジジイって言ってたからね。で、駅前のクルーエープ買って、あの、食べて帰ろうって言って、で、うんって、ね、そこは仲良しってのね。喧嘩してんだけどそこは仲良しっていう。めっちゃおもろいな、やっぱ。最高ですね。最高ですね。あれですね、あの、若尾さん、バレー部主将の話も最高ですね。あの、うどんまんを食べて、で、恋焦がれ、ちょっといいなと思ってるコンビニバイトの店員が、まさかの小林先生の弟っていうので、急に冷めたっていう。いやー、なんかでも、すごい、小林先生、どんどんこう、なんていうんですか、いいところ出てくるっていうか。
あの最初あの小林先生ってただのうざキャラにしようと思ってたらしいんです。そう、ただのうざいキャラにしようと思ってたんだけど、まあ確かに最初うざい感じだったんだけど、なんかそのいたずらされて街中に貼られた星先生のクワガタボーイの写真をあのウォーキング兼ねて剥がしてくれてるっていうか、なんか本当になんかちょっとなんかめっちゃいい人ってなるじゃん。、めっちゃいい人ってなって本当トゥンクってなってしまう。なんかチュキってなっちゃうっていうね、なりますよね。本当ですよね。でもあの それこそその若様ってあの バレー部の主将で女子校でモテモテの、まあ、宝塚の男役ポジションなわけじゃないですか。はいはい。なんだけどやっぱこの100年の恋も一瞬で冷めるっていうこのあれですね、この女子高生ならではのあの感じ、ちょっとしたきっかけで急に別にどうでもよくなっちゃうっていう。そうですね、本当だから本当ね、女心と秋の空っていうのはまさにその通りだなっていう感じですよね。うまいわ先生、うまいな。本当にもう、うん、見事です。もう出てくるキャラみんないろいろキャラが立ってて、本当あの緑川先生イケメン俳優と結婚したとかね、すごいですよね。ね、緑ちゃんって言われたのに、なんか婿養子、しかも婿養子っていうね、すごい、うん、どういう両家なんだっていう感じですよね。ここもちょっと気になっちゃうなっていう。そう、もうあのこれ結構配偶者の顔出ないんですよね。そうですね、奥さん、あの星先生の奥さんの顔出ないんだよね。あの娘の顔も出ないっていう、そこがね、わざとあえて出さないところがいいんですよきっと。そう、想像させるっていうかね。そう、あの娘3歳でみっちゃんって言うんですよね。うん、うん、で、あのカレー屋であの逆プロポーズされるっていう、ね、めっちゃいいですよねあれ。なんか結婚しよっかっつって、で僕しかも何の変わり方がいかですかっつってインド人が来るっていう。それで40度でうなされてかで、あの風邪ひいた時にうちにはカレーが出るっつったら、もうあの時の本格カレーを食べに行ってしまったがために本格カレーを妻が作ってくれるっていう、しかも何を40度熱出てんのに。熱で本格カレー美味しいけど今じゃないっていう。もうあの小林先生がもう一緒に踊ってる夢が最高なんですよね。もうね、ぐるぐる回ってね。そしてあの鳥居さんの鶴があの逆にすごいっていうね、鶴じゃなくな、もう鶴じゃない超絶技巧のなんかユニコーンとかフェニックスみたいなさ、そういうのが出てきて、もう鶴、ああいう折り紙めっちゃすごいこといませんでした。いや、いたかもね。なんか、だから普段は全然なんかそんな感じしないのに、折り紙を下ろせたら急にすごいの作ってくるみたいなさ。やっぱギャップなんだな、世の中ね。ですね。ね、面白いね、うん。とかね、面白い。で、これ、あれですね。自習の下りがあったじゃないですか。自習の回が俺、ちょっと地味に好きで、あの実習でほら、あのほら、松岡さんが、ついにあの漫画原作者を雇い始めたやつね。そう、原作者を雇い始めたってやつなんだけど、これあのこの時の冒頭にあるのがあのナレーションっていうか、あれが名言で、はい、あのなんだろう、遠慮を知らない小さな世界は大人になって価値を知る。すごくないですか。すごい。そこにいる少女たちはまだそれを知らない。もうこれめっちゃ名言だなと思って。名言、これあれだよね、少年追いやすく学なりがたし一瞬の行員かろんずべからずだよね、これね、まさにね。それをまあちょっと折り、うん、というか言い換えた、うん、そうそうそう。だから本人たちの青春っていうのは本人たちのもう無自覚なところですでにもうし進行して、そして失われつつあることを本人たちが一番知らないっていうことなんですよ、うん、なんて尊いんでしょうって思いますよね。はい、こういうのを、いや弱い27歳ぐらいでこういうことをかけてしまうって、もうああ達観してたって10年も経ってないわけですよ、高校生の頃から。そうですよね、ね、ちょっと、ま、
まあそう、まあまあ小麦粉もそうだけどさ、10年も経ってないんだろうけどさ、これぐらいの年代からさ、いやー本当にいいね。っていうことは逆にそういう普遍的な感覚なわけですよ。私なんかもう何十年も前の話なんですよ、高校なんて。なんですけど、まあ同じ感覚が蘇ってくるんだよね。なんでそのあの3年間っていうのはもう本当にエターナル、永遠エターナル、エターナル香りなんですよ。永遠なんですよ。でああいうそう尊い、年代にずっと関わってもうなんかいられる高校教師って、ああなんて尊い職業だ、大変なんだろうけどね、思いますね。ですね。で、そしてそういうとこから生まれた、なんだっけ、カムバックリカコ。だからさ、タイトルめっちゃ面白いから。カムバックリカコ。カムバックリカコ200円だからね。買う。買う。俺3冊買う。カムバックリカコの表紙見た、めっちゃおもろいよ。あの草原に牛とかめっちゃいるんですよ。力士とか牛とかいるんですよ。であのこの表紙の感じが本当にね、あのピンクフロイドのね CD、 あのレコードジャケットのようでね、かっこいいんですよ。ピンクフロイドですか。ピンクフロイドっていうあのロックバンドあのいるんですよ。ほんと1曲15分ぐらいあるような曲を演奏するロックバンドがいるんですよ。もうほんとに70年代とかね、すっごい昔だよ。はい。で、あの、私、ピンク・フロイドの、狂気っていうアルバムの、ジャケットの A を、私の、玄関マットにしてるんですけど。気が狂ってるでしょ。気が狂ってるでしょ。そうなんですよ。そういうのがちょっとピンクフロイドを彷彿とさせるような感じですね。でそういったバンド系のなんかあれといえば、小林先生が私、休日、小林先生の休日って刊末おまけ漫画とかであるじゃない。はい。あれで、公園に行って、男子高校生に数学急に教え出すくだりがあったじゃん。ありました。あん時のT シャツがナンバーガールなんですよ。あ、じゃあ好きなんですかね。だからロック好きなんですよ、和山先生。あ、そうで、ナンバーガーの T シャツ着てんじゃんと思って、俺もうほんともう3度見ぐらいしたもんね。いつもポロシャツ着てんのにナンバーガーの T シャツ着てんじゃんと思ってね、休日。絶対好きですね、それは。絶対好きだね、そう。小麦粉氏ナンバーガール聞いたことありますか。ナンバーガール本当にちょっとなんかあれですよね、この前復活して、そうバンドですよね、はい、向井修徳のね、私向井修徳がサインの T シャツ持ってるんですよ。え、すごい。そう、自分のことをね、 This is 向井修徳って言うんですよ、あの人。This is 向井修徳って書いてある T シャツ私持ってるんですよ。本人の直筆 のマジックで書いてある。すごいでしょ。部屋に飾ってます。部屋に飾ってる家宝です。それは、っていう感じですね。というところもあって、本当に好きなものがやっぱ似てるというか、私とも似てるし、もうホテイも好きだしね。いいです、出してきてましたからね。いや本当ね、ホテイ のギターの柄もそのままで、私ホテイのギター持ってるんですよ。何でも持ってんなって話ですよ。オタクなんでね。とかね、もうね、もういっぱいあるね。なんだろうね。あ、俺ね、本当に病院の待合室で声出して笑っちゃって、周りちょっと心配しちゃったのが、タペストリーのくだりなんですよ。ペタリスト。ペタリストのくだりがめちゃくちゃ面白くて。やばいですよね。あれ、すっごいさ、最高で。あれね、こういう、なんつうか、ちょっと、なんかいろいろここをこうしてみようとかやってるうちに、だんだん違う方向に持ってっちゃって、なんか できたのがもう、バケモンみたいなのが出来上がったっていう、こういうくだりって昔こち亀とかによくあって、そう、こち亀でここをこうしてみようとかやって、だんだんいじってったら、最終的にすげえもんが出来上がっちゃったっていうのがあって、それで本当にこち亀も立ち読みしてて声出してもらったことがあるんだけど、
でこれで本当にね、あのいじってるうちこうだんだん沼にはまってっちゃうっていう感覚あるじゃん。なんかこれで原型とどめなくなっちゃうみたいなさ、あるじゃん。なんかこう深夜のテンションで誰も止めてくれない。そう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 。でさ、俺さ本当にあのこれさ本当マジでさ薬作りだなと思ったこのさワードチョイス。もう俺今回この作品に一番笑ったのがこの恐れ入りますですよね。なんでトメストリーをそれに入りますって書いてあんためちゃくちゃ面白いこれほんとすごいな。このワードチョイスもうなんだよと思ったよねちょっと俺眼鏡曇ってきちゃった、笑いすぎてあちょっと今フリースも脱ぎました。熱くなっちゃって体力半端ないですよ。恐れ入りますってなって脈絡なさすぎでしょこれ。初めて見た人何これってなって知らねえってなるじゃんそれはバレー部のみんな知らねえってなってお母さんだけめっちゃ喜んでるってさいやなんかでもそのこう一人考え続けてだんだんその結果これにたどり着いたっていう思考のねの流れっていうのが説明されると分かるんだけど、これ急に見せられて恐れ入りますって書いてあるタペストリー見せられてどういうことってなるじゃんでももうこれでいいやと。要するにさ冷静に見てくれる人がいないから周りに、もうこれでいいやで発注かけちゃってこれができなくなっちゃうわけでしょ。そう、学校のパソコンにフォトショップあるのも笑っちゃうけどさ私もいつもフォトショップ使ってますけどいやフォトショップいろいろできて面白いですよ。いやよく物にあるってことそうパソコンにあってさ、いやもうめっちゃ面白かったな。この恐れ入りますは本当にね、思い出してもじわじわ来ちゃうよね。じわじわじゃなくてもうすごい瞬発力を持って笑うよね今日本当に何回も言っちゃうけど、急にさタペストリーに恐れ入りますって書いてない普通書かないでしょ。へりくだりすぎでしょだから思考の流れってあるじゃん、その頑張りましょうとかで上から目線かみたいな感じでさ、いやだんだんいろいろ考えすぎて恐れ入りますめちゃめちゃ涙出ちゃった俺これほんとおもろいねほんとっていうのがもうあって、これほんと破壊力抜群のエピソードだったねこれね。ペタリストの話ね、ペタリストやばい、うん、とかね、あのおでんにウインナーでポトフ食ってるのがめんどくさくなってポトフって入れてブロックしたっていう高橋くんかわいそうみたいなさおでんにポトフでも食ってるでも確かにおでんにウインナーとか、あとハンバーグ寿司とか、なんかそういうなんか美学に反するやつあるじゃん。それを胃の一番に危機として食べるやついるよねなるあの感じ。でも松岡さんはハンバーグ寿司食べちゃうんだなっていうおでんはダメだよ。回転寿司行ったら、いや俺食べないなでもおでんにウインナー美味しいよね。美味しいです、美味しいです、ね、でもなんかポトフって言われたらなんか確かにな、和風だしか洋風だしかコンソメかどうかの違いなだけだもんな、うん、だって今日日あれだもんね、おでんにもじゃがいも入ってるもんね。そうなんですよ、うん、それポトフやんけって思うよね確かに。うどんまんも面白いけどね、うどんまんのくだりも、あの話も面白かったですね。いや面白かった、いや本当本当。で3巻が一番最新巻なんですが、3巻のところだけどちょっといい話も入ってくるよね。そうですね、なんか、うん、じんわりいい話というか、そうそうっていうのもあったりとかして、あれだよ、いちご侍美希さんが見に行く話とかね。あれいい話ですね。ちょっとあのね、小森さんが出てきてなんかちょっとギャルっぽいんだけど、なんかすごい面倒見が良くて、でアイドル好きでっていうのがなんかいい話だなと思ったね、うん、そうです。あの
三者メーターの時の、うん、赤ちゃんが泣いちゃった時の小林先生なんか最高あと隣の教室から笛の音と赤ちゃんの泣き声が聞こえてくる赤ちゃんが可愛いって言っとかないと、あ、そうそう、大人としてね可愛くないけどなっつってでもさ、その気持ちわかるんすよ本当にね。人んちの子供の写真見せられて可愛いですねって言うんだけど別に可愛くないんすよ可愛いって言っとかないと、そうそうそう、あの本当、あの人んちの子供と人んちの犬って全然可愛くないんすよねああ犬だなとしか思わないんですようちの子可愛いでしょって言われて、うーんだなって思うんだよねだけど可愛いねって言っとけばもう誰も幸せにならないから言いますけどね、わ、うん、かるなって感じする、うん、もうなんか笑っちゃいましたね、笑っちゃうね、うん、いや本当ね、もうあれですよ、試験監督の時のヒーリングタイムとかも面白かったね。で疲れてしまうっていうね、自分の思考が飛躍しすぎてあのイルカが光った時めっちゃ笑ったよ俺収集がつかなくなってでもう6回しまうしかないみたいな、で6回の中から言ってるっていう、またまだ言ってるっていうとかね、あのカマキリと仲良しの小林先生とかね一生使わないなこのワードみたいなさ面白い、や本当そうなんですよ、うん、これはずっと続いてほしいんで、これ無限にアイデアあるんだろうけど、ホラー漫画このそのうち書きたいって言ってることは、これそのうち切り上げてね、まあまあそうね、終わるんだろうけど、めっちゃ面白いなと思いますね。だからいやこんなもうね、やっぱね、世の中にさ知らなくて面白い作品っていっぱいあるなと思って、あの勉強になりましたよ、ありがとうございますいや小麦粉氏が押すんだから間違いないだろうなと思ったら間違いなさすぎて本当に今日一日もずっとね、この漫画のことしか考えてないって感じですね。いや、よかったです。本当に刺さってくれるかなって、ちょっと私だけが面白かったらどうしようって思った。いや、こんな面白いに決まってんじゃんね。っていう、そうなんですよ。なんでね、いいもん教えてもらった。もう40分以上話しちゃったよこれね、こんなの3巻しかない漫画で、3巻しかない漫画でこんなに話しますかとノンストップで本当、うん、っていう感じでね、今後も続いていく、そしてアニメもひょっとしたらレギュラー化するかもしれない、女の園の星、女の園の星かなと思ったんですけど、あの公式で女の園の星って言ってるんで、まあそういうことなんでしょうね。星なんだね。星じゃないんだね。わかります。そうそう、あの小麦粉氏に言ったんですよね。この漫画のタイトルってさ、発音ってさ、女の園の星なのって思ったら、わかりませんって言われて、そうだよねって思ったんだけど。読んでました。そうそうそう。っていう感じで、これからも続いていただきたいということで、え、4巻も楽しみですね。ということで、いい面白い漫画、教えていただきました。今日はですね、和山山さんのフィールヤングで連載中の女の園の星について小麦粉氏とお話ししてまいりました。どうもありがとうございました。